ということで本日のメイン、今からねメインで食べた方も食べたいと思います、はい、さっきのねお店の続きなんですけど、ホルモン文具さん、ここに行きたかったんや。ドラミの行きつけは、スネオの行きつけ、スネオの行きつけですか。あー安いよね、え、うん、とりあえずホルモン行きましょう。スネオの行きつけさすがっすね。おしゃれやん、スネオの行きつけっていうだけあってホルモン好き、はい、西南からハマった。そうそうそう次レバーとミノ、はい、めちゃめちゃ美味しい。あんまり焼き肉がいけないですよ。ほんまっか、はい、塩油も見込んでるんで、そのまま召し上がりいただきます。めっちゃ美味しそう。玉ねぎも淡路の玉ねぎなんで、はい、めちゃくちゃ甘いじゃないですか。あーそうなんや。うん、こんなサービスついてんねや。いやいや、ちょっとこぼれるぐらいでいけないんですけど。おぉおぉ、ちょっと割り箸に手間取る男どう。そういうの何も言わんで俺。スネオの店の宣伝だったら悪いやろ。いや、いいですよ。ふぅふぅふぅ、これはうまそうやわ。いただきます。これ取るやつやね。同じことしてもうた。喧嘩せんよ、いけるわ俺。喧嘩なんかせえへん。めっちゃうまそうやこれ。見てこれ。めちゃめちゃうまそうや、ね。いただきまーす。さ。うまい。うん。玉ねぎとの相性バッチリ。何も言わんでいいね。むちゃむちゃ柔らかい。筋っぽくないしな全然。両方やりますよ俺は。いただきまーす。いただきまーす。うん、これが赤身なんか分かれへんでな。赤身の肉でこんだけ柔らかく食べれるんや。それはやっぱり赤身やな。今更かい。赤身でこの柔らかさはやばいでしょ。あーうまい。マネした。めっちゃ霜降ってる。うーん、はい、うーん、いいね、いいね、これ家にこのセット欲しいんですよ。欲しいね、欲しい欲しい欲しい。あ、うーん、え、こんな焦げなく。そうやで、うぃー、お、どう、やわらかい。いただきます。お、何に好き、なんこれ、ほんまに口の中で角が取れるわっていうぐらいすごい柔らかい。プリンやプリン、上身のきました。うまそうやわこれを。この男はまずそう。焼肉食べるドラえもんって初めての絵ちゃう。ホルモンうまいねんな。これめっちゃいいな。レバーの匂いめっちゃ。いただきます。いただきます。一番最初赤身いったじゃないですか。赤身いって、ね、霜降りいって、で今ホルモン、全部食感が違うから飽きへん。大分の豊後牛を一頭買いしてるらしくて、めちゃめちゃうまいっすよみたいな。めちゃめちゃ美味しい。さすがスネオの行きつけ。レバーいただきます。ほんま全部食感が違う。うん、これやっぱ全然癖なんや。うまいうまい。大阪ナンバーワンチャンネルですね。そうですよ。うまそう。これめっちゃうまいよ。うまかった。レバーうまかった。レア目でいただきます。ホルモン。いただきます。うん。コリコリ食感。ここ結構雰囲気いいよね。うまっ。最強、最強、美味しくなーれ、美味しくなーれ、キュンキュンキュン。いただきます。二度だけは二度といかん。最強レモンと最強、さっき言ってた居酒屋のレモンと大きさ全然ちゃうねんけど。いただきます。いただきまーす。試した、いきます。うまっ、むちゃうまやん。油が全然しつこくない。上ハラミ来ました。お、お、マッチョ大好きな赤身ですな。言われましたよ。もういいもういい。あ、ごめん。焼き付け焼き付け、もういいハラミ。はい、ハラミいただきます。やらしすぎでしょこれ。いただきます。いや、どう肉も柔らかいな。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。一軒目終わりまして、今日はね、はい、一軒目ドラミちゃんのね、おすすめ行ったんですけど、二軒目はスネオくんのね、はい、高級焼肉の方をおすすめしたいと思います。はい、普通にうまかった。すごい美味しくて、お酒も美味しくてね。ね。やっぱこうやって飲みに行くべきよね。楽しいよね、やっぱ。ね、うん。飲みに行くの楽しいわ。あそこ何が一番うまかった？いや、僕はハネした。やっぱ一緒一緒一緒。ハネしたむちゃうまかった。むちゃむちゃうまかった。フライ散歩の方を。はい。終わりたいと思います。あ、最後だけ聞いた。終電がなくなる。本日も。ありがとうございました。